はい、今日はちょっと荒れてます。一番しんどいかもです。ヘライジャーホリエモンと音楽デュオを結成していた CEO セオがそのデュオを解散しました。 CEO セオって誰？インターネット事業でいろいろ成功してる人。オッケーボーイ。でホリエモンって誰？インターネット事業でいろいろ成功してるサロンドプロ。そんで成功者の CEO セオが新型コロナウイルスのワクチンを接種していないからホリエモンから絶縁されたとのこと。あ、そんでホリエモンはフェイスブックでワクチン未接種のビジネスパートナーについてと言及。打たないって頭悪すぎ、社会役、当然縁を切ったなどと SNS で報告した。はぁ、CEO セオは21日半年ぶりに2回目のコロナに感染していて、ホリエモンはフェイスブックで一緒に仕事してた人が新コロナワクチン打たずに2回もまあまあひどい症状になってるの知って愕然としてる。それでも打たないって頭悪すぎ、社会役、当然縁を切った。反ワクチンの人、自主的に静かに私から縁を切ってください、ストレスたまるんでと HNH で報告。すぐ縁切るのやめてもらっていいんですか？そんでホリエモン、あとクソみたいな反論するやつはブロックする、あとリアルにも会いたくないのでブロックよろですと。うわー、ヒステリー発動。追記、反ワクチンの陰謀論は論外だし、予防医療普及協会の理事は無給のボランティアだ。私は公職についているわけでもない。私が付き合う人を選別するのは当然の権利だ。ワクチンの社会的免疫獲得への貢献は明らかなわけで、それを少しでも影響力のある人が否定する発言をするのは嫌なのでブロックする。それだけのことだ。個人の自由だし当然の権利。私と交流したければワクチン打ってこい。ただそれだけのことだと HNH で報告。まあ、ホリエモンの意見もわかるが、もうそんなの自由じゃん。それこそもう真正面で専門家入れて議論したらいいんじゃね。でホリエモンの YouTube チャンネルで公開された楽曲は勝手に非公開、かわいっちょ。そんで CEO セオは22日 Twitter でホリエモンにワクチン打ってないとボコボコに叩かれるんだ、さすがにそこまで怒られるとは思わなかった、個人の選択というのはもはや形骸化して社会に乗っ取られてる、怖い。そしてさらにホリエモンから打ってない私は反社とまで言われましたねと。ホリエモンのくせに反社嫌いなんだ。そんで CEO セオはワクチン接種そのものに反対しているわけではないとして、コロナワクチンも両親は打ってもらってますなどとするも、接種については誰かに強制されるものではないとした。まあ我ガチ思うに、どちらの言い分もわかるけど正しいかどうかはもうわからんが、こんなクソみたいなニュース、ヤフコメのトップで、しんど。インターネットで大成功を収めて、ネット界隈やこのマスコミ関係で天才とか言われている人とは思えないほど稚拙な喧嘩。最近思うんですよ、社会が稚拙化してるって。喧嘩も幼稚だし、喧嘩したらすぐに SNS にアップする、かっこ悪いって思わないのか。これは美的センスの問題。ネットとかで成功してる人や注目を集めるカマッチョたち、節度ってものが全くない。これが大手企業の社長ならそんなアホなことはしない。どいつもこいつも自己主張、家族を作らないから自分の発言を顧みない、身勝手な発言、組織を形成していてもワンマンだから言いたい放題。私最近この YouTube やネットの成功者を非常に稚拙だと感じている。だってそうでしょ、こいつとこいつ敵同士だったのにすぐ群れる、あいつはあいつの敵なのにつるんで、何かとあればすぐ仲直り、それをアホが崇拝する、すぐに高級車、ブランド、ビジネス、くっさ、感動させてみろ、頼む、感動させてくれ、手作りの料理みたいに感動させてくれ、故郷で親の仕事を継いだ息子みたいな話聞かせてくれ、どいつもこいつも薄い、何がアーティストだ、何が NFT だ、満員電車に言われて頑張ってる父の存在、共働きで料理をする母の作り出す芸術みたいなのないのか、どいつもこいつも何が自由だ、何がロケットじゃ、何がホストじゃ、何がタワマンじゃ、何が企業じゃ、何がドッキリじゃ、何がドバイじゃ、何がクラファンか、何が大食いか、何がカリスマか、何がコラボじゃ、何がメタバースじゃ、何が 1% の努力じゃ、何や CEO ってボケなす、すぐにシャンパン開けるな、キャバクラの何が成功じゃ、何も美しいあるか、どいつもこいつもザッとれ、一回でいいからザッとれ、すぐに裁判、すぐにクレーム、これが君らの憧れか、お粗末すぎる、株で成功してるやつが人格者か、ネット小事記のどこがカリスマじゃ、変な企業案件すぐして、誰がカリスマじゃ、タクシー運転手と喧嘩すのか、なんや音楽って、ふわふわするな、すぐに整形する顔面至上主義者がもたらすこんなゴミみたいな世界にカリスマなんていない、探せ君らの近くの地味に我慢強い物言わぬカッチョメンを。あー、ほんまなんでネットの成功者のバンドの解散、しかもそれがワクチンが原因とか、ダッサいニュースやらなあかんの、きっついわこの仕事ってこと。